って、あた、いやいや、もう柔らかいよ、私の肩は。ぐにゃぐにゃ、スライムみたい。ほらー、嫉妬されてる。ほらー。いやいやいや、違う。勘違いしないでみんな。勝手にやってきたの、マネージャーが。成長していけ、ふわと少し。マネージャーはユニフォームの洗濯をしている。落ちにくいところは手洗いだ。やっちゃった。サロメくんのユニフォーム破いた。ふぅ。あ、いや、大丈夫だよ。肩なんか揉まなくても。私、肩ないから。もう、こいつダメだ。うちのチームがボロボロにされる、これ。辰巳くん頼む、今後とも。かあ、信頼度も上げてくれ。おお、なるほどね。逆だったんだ。逆でした。これ。辰巳くんの肩もみはみんなのエナジーを上げると。もう絶対に変えん。これ。お、なに？雪かき。こんな有能な子を1年私は放置してたのか。ふう、あと少し。ユニフォームの洗濯をしている。落ちにくいところは手洗いだ。やっぱりタスム、君だよ。うちのチームを最終的に救ってくれるのは君なんだ。ありがとう。